粒がどんどん落ちてってます。いや全然このくっきり加減は違うでしょこれ。はいどうも、車買う YouTuber ワンソクチューブです。今回は私も愛用しているコーティング剤ザクラスさんから新商品出ました。その名もバレットフェニックスというめちゃくちゃ強そうな名前のコーティング剤出ました。で今までもねワンソクチューブではメタルバレットとかね、バレットドラゴンとかコーティング剤紹介したんですけれども、それらと何が違うのというこのバレットフェニックス、今回施工していきたいと思います。ザクラスの中で一番最強なのはガラス系の硬化型のコーティング、メタルバレットグラフェンエディション、まあ、これが最強なのはね間違いないんですが、硬化型なので、まあ、最低1日長ければ3日間ぐらい硬化をさせる必要があって、まあ、施工性は簡単なんですけれども、まあ、屋外保管だとなかなか難しい場合とかもありますよね。まあ、そこでバレットドラゴンがね、そのいいとこ取りと、メタルバレットのトップコーティングとしてもバレットドラゴン使えるんですが、今回そのバレットフェニックスはバレットドラゴンとどこが違うのっていうところなんですけども、高価なプラチナ、そしてグラフェン、チタン、シリカを配合した専用のコーティング剤となっています。バレットドラゴンではグラフェンとシリカ、そしてチタン、カルナバが配合されています。で今回のバレットフェニックスではですね、グラフェンとシリカ、チタン、そして高価なプラチナが配合されているというところがポイントとなっています。ツヤ、スリック性能、撥水性能はバレットドラゴン以上となっているんですが、耐久性ですね、持続期間がバレットドラゴンが半年ぐらい持つのに対して、こちらのバレットフェニックスでは3ヶ月程度となっています。よりね、ツヤがあって弾いて、手触りも良いというバレットフェニックスなんですが、耐久時間がバレットドラゴンより短いということで、まめに洗車とかコーティングするね好きな人にとってはですね、バレットフェニックスの方が車のね見栄えと手触りと撥水性能が良いという商品となっています。まあ、どちらもねお好みで使っていただいて構いませんし、メタルバレットグラフェンエディションとかね、バレットドラゴンのトップコートとしても使えるということですので、まあね、重ねて塗るとさらにね効果もアップするということですので、まあ、バレットフェニックスを重ね塗りしてもいいですし、メタルバレットとかバレットドラゴンのトップコートとして使っても良いという商品となっています。はい、それではですね、今回は、こちらのロードスターですね、納車されたばかりのロードスター、こちらにねバレットフェニックス施工していきたいと思います。まずはね洗車からですね。こちらはね納車されて、ディーラーでねコーティングしてもらってないのでちょうどいいですね。まず水をかけて、洗車していきますが、まあ、洗車といえばねあれですよ、ワンソクチューブのオリジナル商品ズボラ洗車のズボラパッドを使って、時短洗車していきたいと思います。はい、こちらがねズボラパッドですね。私が作った、ズボラパッドですけども、これがですね通常のこうミットとかねスポンジとかと比べると倍以上の長さがあるというものになっています。通常ねボンネットとかガラスとかあとルーフとかね洗うのにあと何センチか長ければ中央まで届くのにと思ってねいつもやきもきしてたんで、そういう商品ないかなと思ってたんですけどないので作っちゃいました。これがねズボラパッドですね。通常のミットとねちょっと洗い比べてみたいと思います。はい、こちらで今回洗っていきたいと思います。まあロードスターぐらいの大きさだったらねズボラパッド使わなくてもボンネットぐらいだったら余裕で届くと思いますが、 SUV とかねミニバンとかのルーフって届かなかったりフロントガラス届かなかったりしますよね。このズボラパッドだったら脚立を使わずに SUV ぐらいだったらルーフの中央まで洗うことできますからね。こう丸図ってついてますが、これもねちゃんとボディを傷つけない素材で作ってあります。じゃあこれで洗っていきましょう。このね素材もこだわりの素材でダブルツイスト加工っていうのに、ね、なっていて、普通のスポンジとかよりねボディが傷つきにくいものになっています。じゃあこれでちょっと洗っていきます。じゃあ洗っていきましょう。ほい、このようにですねもう余裕で中央まで届くというものになってます。まあロードスターぐらいだったらね普通のスポンジでも届きますが、まあこのリーチですよ。でしかもですね長いので1回で拭ける面積が大きいので往復する回数も少ないんでボディに優しいというスポンジになっています。これもね下の概要欄にリンク貼っておくんで、合わせて一家に1個持っておくと洗車が半分ぐらいの時間になりますからね。はい、ガラスもねこんな感じで片側からここまで洗えちゃうということでもう超楽ちんですね。はい、そしてですねこのズボラパッド長いんでボディサイドとか洗いにくいんじゃないかってよく言われるんですけど違うんですよ。こうボディのサイドを洗うときはですね片手じゃなく両手で持ちます。
そしてギコギコはしません。スーッと、はい、これで、はい、もう洗えちゃうということで、もう1往復しただけでこれだけ洗えちゃうんで、このようにですね、両手で押さえて洗うことで一度に洗える面積が広いんですね。なのでボディにも往復する回数が少ないんで優しいと。はい、それではね、続いて拭き上げやっていきたいと思うんですが、もう今ね、いい感じでこうビシャビシャに濡れてますけど、今まではね、合成セームとかで拭いては絞り拭いては絞りやってたかと思いますけど、今度ね、拭き上げを時短するアイテムも作っちゃいました。その名もズボラタオルということで、こちらがですね、丸ズってついてますけど、これであればですね、類似品も結構あるんですが、両面ね、これね、ちゃんと吸水する素材で作られてるのって意外と少ないですから、片側がね、なんかマイクロファイバーになっててあんまり吸わないっていうやつもありますが、こちらのズボラタオルであればですね、両方吸います。じゃあちょっとね、このびしょびしょになっているボンネット拭き上げていきたいと思いますけど、はい、こんな感じでですね、これ上を持ってこっちに投げるんですね。はい、そうするとあとは引くだけと。そうすると、はい、この通り、もうこれでほぼほぼ拭けちゃいましたよね。これで引っ張っていきます。そうすると、はい、こんな感じでほぼほぼ拭けちゃってると。はい、こんな感じで拭き上げも楽ちんって感じですね。フロントガラスもこの通りと。めちゃくちゃ時短の拭き上げ洗車ができちゃいますね。ボンネットとかね、屋根とか大きい面積はズボラタオルの大きい方で拭き上げればいいんですけど、ズボラタオルはですね、大小セットになっています。で、大きいタオルでね、こういう下の周りとかね、あの細かいところを拭いてると、タオルが地面についちゃって、あの泥をね、砂とかをね、巻き込んじゃってボディが傷ついちゃうという恐れがあったので、小さいのがあるといいなと思ってたんで、私はね、このズボラタオルは大小セットで作ってますんで、それぞれをね、買うよりお得な価格になってますので、こちらの、ね、ズボラタオルも下の概要欄リンク貼っておきますので、ぜひね、合わせてお求めいただけると嬉しいです。はい、こんな感じでね、綺麗になりましたので、これからね、コーティング施工していきたいと思います。一応ね、屋内でガレージの庫内で、コーティングしていきたいと思います。ホコリ入んないようにね。はい、ということでね、今ガレージの中にやってきました。はい、ロードスターも綺麗になってね、よく水分を拭き取ってから施工するということで、こちらがね、バレットフェニックスとなっています。輸送状態ではこれね、あのキャップが閉まってますが、このスプレーノズルを今取り付けた状態になっています。で、施工方法なんですけれども、塗装面の汚れを洗い流し水分を拭き取りますと。で、容器をよく振ってから施工箇所に 1,2 回噴射しますと。ボンネットでは約 3,4 回噴射と書いてありますね。で、乾いた綺麗なマイクロファイバータオルで塗り止ましながらムラなく拭き取りますということです。通気性の良いところで作業してくださいと。直射日光か塗装面が熱い状態など乾燥しやすい環境での作業を控えてくださいということですので、このね、ガレージの中で作業していきたいと思います。はい、ではね、今回も真ん中にね、マスキングテープを貼りまして、でこっち側からこっちを、施工面で、こっち側を、未施工面ということで、ビフォーアフターを比較していきたいと思います。はい、じゃあ施工していきます。よく振ってからということなんで、はい、よく振りました。これで施工していきます。で、このノズルがね、オンオフというのがありますので、オンにして、まあ、ちょっとね、どこかでテスト 2,3 回ね、噴霧のテストしてからやった方がいいと思います。ではね、ボンネットで 3,4 回噴霧ということなんで、まあ、こっちの面だけだったら2回ぐらいでいいんじゃないかと思いますので、ちょっとね、吹いていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。 1,2 という感じで、あとはこういうマイクロファイバータオルですね。今回バレットフェニックスの中にはマイクロファイバータオル付属していませんので、まあ、自分で何かしら用意して、こういうふうに吹き上げていってください。じゃあ吹き上げていきます。おお、塗り伸ばしはめちゃくちゃしやすいですね。施工性はもう本当ね、コーティング初心者でも施工性がいいというふうにパッケージに書いてありますが、めちゃくちゃ施工しやすいですね。はい、今ね、バレットフェニックス施工終わりました。こちら側が施工した方ですね。こっちが未施工面となっています。で、バレットフェニックスはですね、もうこれで拭き上げが終わったらですね、もうこれで完了でもいいんですけど、24時間乾燥させた方がね、より効果が長持ちするということだったんで、ちょっとね、この庫内でちょっと24時間乾燥させてビフォーアフターの水はじきテストやっていきたいと思います。はい、こうやって見るとね、結構こっち側の方がツヤが深いような感じしますけど、どうですかね。
はい、ということで一晩乾かしてみました。まあね、こちらのバレットフェニックスは1日寝かさなくても大丈夫ということなんで、結構ね施工性はいいと思います。なので屋外保管の方でもね、施工しやすいと思いますが、1日経ってみました。いや結構ねツヤ感は出てますよ。まずねこの境界線を剥がす前に、腕足恒例のですね、スリック試験、滑り試験ですね。このマスキングテープの芯、毎回これ使ってますけど、これでこう置いてみて、滑るかどうかの試験やってみたいと思います。まずですねこちらのバレットフェニックス塗った方からやっていきたいと思います。じゃあ置いてみますよ。おお滑る滑る。おおこんな上でも結構ロードスターのボンネットって水平に近いですけど、それでも余裕で滑ってきますね。あこの辺とかでも全然余裕で滑ってきます。じゃあこっちの見せ光面やってみましょう。まあ当然滑らないと。こちら側はもうスルスルと滑っていくんですが、こっち側は、まあ、結構強く置いても滑らないという感じになっています。はい、こんな感じでやっぱ滑らないですね。で実際に手触りもこっちはこうツル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 ですね、なんですけど、こっち行くと、はい、止まってこうザラザラとした手触りになっています。あ全然違いますね。こっち行くとこうトトトトトっていうこう抵抗を感じますね。こういう感じになりますね。手触りは全然違いますね。それではねこのマスキングテープを剥がしていきたいと思います。オープン。はい、そうするとおお結構違いますね。わかりますでしょうか。もうここの時点で結構ボディがなんかザラザラとした感じっていうんですかね、まあ、ここからこっちで結構境界線が出ちゃってますよね。こうゆず肌みたいになってますが、そういうものが埋まっているという感じです。はい、それではですねお楽しみの水はじきテストやってみたいと思います。今日もシャワーでやっていきましょう。果たしてバレットフェニックスの性能はどうなんでしょうか。ドン、おお、くっきりくっきり出た。全然違う。ここでバチバチに変わってますね。こっち側見せ光面がこうビシャーってだらしなく伸びちゃってるのに対して、バレットフェニックスの方はめっちゃつぶつぶになってますね。見てください、この流れ落ちるスピード全然違いますよね。いやすごい、この差は分かりやすい。さすがバレットドラゴンを超える撥水性スリック性ツヤ感というだけのことはありますね。ただし硬化時間がバレットドラゴンより短めとなっていますので、まめに洗車される方はいやこれはいいんじゃないかと思います。はい、こんな感じでですね、もうその水をかけた後のこの境界線がくっきり出ますよね。やっぱこっちは水が残っちゃってて、でこっちはもう半分以上水が落ちちゃってますよね。なのでこれで一っ走りとかしたらほぼバレットフェニックス塗った方はね水滴が落ちちゃうんじゃないかと思いますが、こっちはやっぱりビシャーっとこう広がっちゃってるんで、まあ、これは水垢とかシミの原因になりますよね。この水弾きは異次元だわ。はい、続いてですね対ケミカルテストしていきたいと思います。このねバレットフェニックスは対薬剤性能もめちゃくちゃ強いというのを歌ってますので、今回もね、いじめていきたいと思います。まずはね中性洗剤、そしてアルカリ洗剤、最後酸性洗剤という3つのね 3pH で試験してみたいと思います。それで水弾き性能が変わらないかどうかチェックしていきましょう。まずはね中性洗剤で洗っていきたいと思います。今回もまたズボラパッドで洗っていきます。はい、どんなもんじゃいという感じです。はい、今ね、中性シャンプーで洗いましたので、流していきたいと思います。果たして水弾きはどうでしょうか。おお見てください、めっちゃはっきりこんなね境界線が出ます。こっちはやっぱ伸びちゃってますね。でこっちバレットフェニックス施工面は、まあ、このようにしぶきがめっちゃ玉になって落ちてますね。この境界線は分かりやすいということで、中性洗剤はね難なくクリアですね。対ケミカル性バッチですね。しかしね中性洗剤は我ら三天王の中では最弱ということで、次アルカリ洗剤で洗っていきましょう。はい、続いてはアルカリ洗剤でやっていきましょう。今回はねアルカリ洗剤は蓄圧式のスプレーでやっていきたいと思います。それではアルカリスプレードン。はい、
こんな泡にしてちょっと洗車していきたいと思います。はい、じゃあアルカリ洗剤もこのように洗っていきます。はい、じゃあね、流していきたいと思います。まあ、本来的にはね、このようにスリーペーハーで洗った方が汚れとかね、花粉とか虫の死骸とかも落ちやすいですからね。はい、じゃあ流していきましょう。アルカリは果たして強敵だが、おお、しっかりと効いてますね。はい、この境界線ですよ、バチバチに効いてますね。なんかよりはっきりしているような感じすらしますけど、はい、この差です。アルカリ洗剤も撃破ということで、高い対薬剤性能、バレットフェニックスバッチリ分かりますね。じゃあ最後、三天王の中の最強酸性洗剤でもいじめていきたいと思います。はい、最後はね、酸性洗剤です。で、酸性洗剤はね、本来的には雨じみとか、日本の雨はね、アルカリサビとかが出やすいんですが、雨じみとかを、取ったりとかするには酸性シャンプーが本来的には良いです。ということで、酸性シャンプーでも、洗車していきましょう。それではドン。はい、こんな感じで、酸性シャンプーも泡にしてボディ洗っていきたいと思います。はい、じゃあね、酸性シャンプーも洗っていきましょう。果たして対ケミカル性能はどうなんでしょうか。はい、しっかり洗いました。はい、それではね、酸性シャンプーで洗ったので流していきたいと思います。ドン。果たして境界線はくっきり出るのか。おー、見てください、酸性シャンプーでもこのくっきり境界線ですよ。落ちてないですね。こっちはビシャーって伸びちゃってるのに、バレットフェニックスで施工した面はこのように粒になって落ちていくと、この差は歴然じゃないですかね。いや、酸性シャンプーも見事撃破という感じです。で、こっちのね、未施工面の方はこのように水が面になっちゃってますよね。これは放っておくとシミになっちゃうやつですね。で、こっちのバレットフェニックスの方はもうサラサラ、粒がどんどん落ちてってます。いや、全然このくっきり加減は違うでしょこれ。はい、ということで、スリーペーハーの洗車シャンプーでも高い薬剤性のバレットフェニックス確認できました。いや、これはおすすめですね。はい、残り半分もね、このように施工していきます。結構ね、バレットフェニックスいい匂いしますね。これ何の匂いかちょっと分かんないんですけど、なんかめっちゃいい匂いしますわ。結構ね、ツンとくるコーティング剤とかあったりとかしますけど、バレットフェニックスであればめっちゃいい匂い、うん、これはなんか普通のアロマ的ないい匂いがします。で、ロードスターはですね、ドアの内側のここの上の部分、ここがボディ外反色で塗られてますので、まあ、ここもね、バレットフェニックスやっといてもいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、ちょっとここに吹いてもいいんですが、こっちのね、タオルの方にちょっと吹いて、はい、このようにちょっと塗っていきます。気にする方はですね、こういう革の部分はマスキングしてやった方がいいと思います。私はちょっとズボラなんでこのままやっちゃいますけど、はい、こんな感じでやっておくと、このボディの外反が見えてるドアトリム上部もトゥルトゥルピカピカになるという感じですね。はい、といった感じでバレットフェニックス、私のロードスターに施工してみましたけれども、いかがだったでしょうか。ザクラス史上最強レベルの耐化学性、酸性、黄砂、油汚れ、洗浄性なんかもね、生活汚れを防ぐのは当然、酸性やアルカリ性の洗剤にも耐えるコーティング層ということで、まさにザクラス史上最強レベルですね。しっかりと塗装面を保護するプラチナ&グラフェンが配合されたコーティング、さらにね、シリカとチタンまで配合されてますので、撥水性もバッチリですね。で、施工経験のないね、初心者にも OK な施工性のしやすさ、あとね、硬化型とは違って施工後すぐにでもね、性能を発揮するというのも勘弁でいいですね。で、今回は新車に施工しましたけれども、経年車でももちろんバッチリです。まさにその名前の通りね、不死鳥のごとくツヤ、手触り、撥水性が復活するというバレットフェニックスになっています。プラチナ、グラフェン、チタン、シリカ、これらをね、ザクラス独自の技術力で配合した最強レベルのコーティング剤ということで、気になっている方はね、ぜひ下の概要欄から価格チェックしてみてください。期間限定でお得なセール、クーポンなんかも発行されている場合もありますので、ぜひチェックしてみてください。そして、洗車で使った私がね、開発したズボラ洗車の
ズボラパッド、そしてズボラタオル、こちらもセールしている場合もありますので合わせてチェックしてみてください。車でもカー用品でも欲しいと思った時は買い時ですからね。好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カーチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。